はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます、やっすーでございます。白血病と予防生活の気晴らしいね自宅化動画を配信していきます。この動画でね、僕みたいに白血病がんになってしまったたくさんの患者さん、そしてその家族、お友達が元気になってまいりますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、脱牛乳からね3日ですけどもね、まあ、昨日から豆乳を始めてみましたね。これなんですけども、毎日美味しい、無調整豆乳っていうね、無調整のやつがあるんですよね。これ人生で初めて豆乳なんですけども、あんないけるもんですよね。豆乳にもこうメーカー各社ありますけども、まあ、とりあえず家の近くに売ってるもんから、まあ、これね、とりあえず売ってるもんから始めていこうと思ってこれを買いました。こうね、ネットでいろいろ調べたらですね、まあ、たくさん種類がありすぎて迷うんですけども、まあ、その中でもね、調整と無調整っていうのがありまして、その調整豆乳っていうのは、その大豆固形 6% 以上、大豆タンパク質換算 0.3% 以上のものを調整豆乳と言います。無調整豆乳に砂糖や塩などを加えることによって、さらに豆乳を飲みやすい味にしているのが調整豆乳の特徴です。なんかいろいろ味ついてますよね、麦芽コーヒーみたいな感じのやつもありますけども、ね、ネットとかで調べたらいろんな味のやつがありますよね。で、無調整豆乳なんですけどもね、その大豆固形 8% 以上、大豆タンパク質換算 3.8% 以上のものを無調整豆乳と言います。原材料は大豆と水のみでですね、味に手を加えてないので、大豆本来の味や美味しさをダイレクトに感じることができるのが無調整豆乳の特徴ですと、ね、そういう感じでね書いてあるんで、僕は味覚障害と粘膜障害で味が何でも濃く感じて、濃すぎるとね舌とほっぺたの内側がね痛いので、まあね、砂糖や塩をね加えてないその無調整の方がね望ましいと考えてね選んだ結果がね正解でした。めっちゃ豆感でね美味しいですね、まあ、これは最高ですわ。これね、みんなその味のついた調整豆乳の方がね飲みやすいって言ってますけども、僕はこっちでも飲めますね。まあまた味付きはね飲んだことないんで知らんだけですけども、まあね、誰か味付き豆乳、まあ、調整豆乳でねおすすめとかあったらね教えてください。まあね、ほんまはね牛乳がね飲みたいんですけどね、まあ、牛乳もね味も好きやし、あの匂いも好きなんですよ。でね、牛乳は臭いってねおっしゃる方もいてますけどね、それはもう賛否両論でございます。しかしね、その牛乳の飲みすぎでですね、悪玉コレステロールやね中性脂肪が増えてしまったので脱牛乳でございます。で、1日ね牛乳ってね 200cc でええらしいんですよ。給食のね、牛乳瓶1本分ぐらいでちょうどいいみたいですけどね。まあ今の頃はね、給食に牛乳瓶は出てこないからね、知らんでしょうけどね。まあ銭湯行ったらありますよね。コーヒーの瓶とかね、あるし、フルーツ牛乳、いちご牛乳とかありましたよね。まあそれちょっと置いといて、豆乳の話なんですけども、インスタグラムでね、僕ね、豆乳にしましたってあげたら、私も飲んでるとかね、この豆乳をレンジでチンしたら湯葉ができて美味しいよってね、教えてくれる人もいましたしね。Facebook ではね、私は豆乳にきな粉と黒ごま粉末を入れて飲んでますっていう人もいてね、いろいろ教えてくれたんですよ。でも豆乳にきな粉ってね、豆に豆入れんねやと思ってちょっとびっくりしたんですけどね。黒ごまはいいなーって思いますね。僕はね、その白ごまを普段のスムージーに入れて食べてるので、これですわ。このすりごまなんですけども、これ白ごまなんですよね。これ入れてね普段のスムージーはね食べてるんです。これひょっとしたらね豆乳に入れてもね美味しいかもしれないですね。これ白ごまだとやっぱそのね植物性の油分が取れるような気がしますけどね、溶けるんかな、試してみましょうか。じゃん、コップ、見えへんけど豆乳入れます。入れます。ちょっとずつにしよう。もううまい、絶対もううまいね。入れて蓋しといて、これ最初どれぐらい入れようかな、大さじ小さじとかのこんなんがあるんですよね、うちにね。とりあえず 1g でしょうね、これ1って書いてあるんで、小さじより、小さじは 5g やから、1、
から入れてみますね。すり切り、まあすり切りって言って難しいけど、まあちょっとね、白ごま、こんだけ1を入れます。入れた。全然溶けへんから、そらそうやわな、溶けへんわな。よし、混ぜよう。混ぜます。あ、めっちゃ白ごまのいい匂いがしますよ、これね。え、白ごまの、もう白ごまって匂いって絶対美味しい匂いしてるじゃないですか。まあ好き嫌いあると思うんですけども、全然溶けへんですけど、見えへんけど、全然溶けへんけど、いただきます。ああ、うんうん、あの豆乳よりごまが勝って、ごまの味ですわ。ごま豆乳鍋や。ごま豆乳鍋の味ちょっとしますね。そうやな、白ごまと豆乳入れたごま豆乳鍋の出汁やもんな。もうそんな感じですよね。うん、おいしい。これいけるわ、これやろう。うん、これはおいしい、うん、新たな発見ができましたね。きな粉はね、ちょっとお砂糖入ってるんで入れへんんですけども、そのお砂糖もね、あの取りすぎたらあかんし、ね、この前も説明しましたけども、あの僕のね、血液がね、お砂糖が糖分ですよ、糖質とかのやつが、赤血球がその血液中に溶け込んだ糖分を捕まえてしまって、ヘモグロビン A1C っていうやつに変わってしまうんで、それの量が多くなってしまうんで、すごい糖尿病のリスクが高くなるんですね。で、ただでさえ僕は、糖尿病にかかるリスクがね、4倍多いんで、だから皆さんよりも早いわけですよ、糖尿病になるスピードが。だからね、ちょっとまあ、その外でもその味のついたとか濃いね、やつね、塩分、まあ、糖分っていうのもこう控えなあかんので、やっぱりこの無調整のやつをね、飲んで体に、ね、気を使っていこうかなと思っております。あとね、牛乳をやめたんで、これを機にね、ちゃんと悪玉コレステロールと中性脂肪がね、減ってくれるのをね、期待してね、このまま頑張って続けていきます。今日は以上になります。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思いましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気でーす。